はい、えー、どうもこんにちは、水にゃんです。もうね、えー、この件については喋るのをやめようと思っていたんですけど、まだまだちょっと喋りたいことがあったので、それについて喋らせてください。先月7月の26日から、連日にわたって、僕、そして僕の自宅に対する迷惑行為が行われました。で、その迷惑行為の詳細については、 このチャンネルに何本も動画あ上げたから、まあ、知ってる人も、えー、多いと思いますで、まあ、その動画を、えー、上げてで YouTube のコメントを、えー、全部読みましたほとんどの人はねすごい心配してくれてで優しい言葉をかけてくれてもうほんと感謝しても感謝し尽くせないぐらいの気持ちをね、えー、皆さんから頂いた,だいたそれについて、えー、本当にね感謝をしたいなと 思っていますただですね、一方で、まあ、ごく少数の人ですけど、まあ、心ないコメントをね、えー、書いてきた人もいる。例えば、自演じゃないんですかって。ぶっちゃけ、どうやって自演すんの自演したら、俺、軽犯罪法違反とか、業務妨害で捕まるけど。で、しかも、その、ツイキャスっていう配信サイトで僕が配信してる時に、全部起こった出来事なんですよね。 それどうやって自演するんですかって話。自演するのが無理な状況下で、僕はこういうことが全部起こりました。だから一切自演ではないです。で、あとはね、えー、そのミズニャンの動画を見たが消防車のサイレンがない。あと、通報を受けた救急車がサイレン鳴らさないで現場に到着する。これは考えられないと。 いうツイートもね、僕はね、えー、見ました。えー、ちょこれについてね、まあ、言うと、これ、動画を見てくれた人はわかると思うんだけど、消防車のサイレン、動画に載ってるでしょ。で、まあ、これ実際ね、そのマイクの感度が、まあ、良かったか悪かったかわかんないんだけど、その、消防車のこうサイレン、多分、音が小さかったのかもしれないから、だからもう、あえて、 えー、動画のテロップの方にも消防車のサイレン鳴ってるっていうふうに書いたんですよねなんでまあ音量を大きくしたら多分ねうーうーってやつ多分ね聞こえてると思うんで、まあ、そちらの方をね、えー、是非確認してくださいで実際まあね、えー、こういうことがあって、まあ、非現実的すぎることだと思うからそれこそね信じることがこうできない人たち、まあ、いると思うんですよ まあそれはそれでね、まあ、しょうがないと思うしで、疑いたいっていう気持ちがあるのも、まあ、なんとなくわかる。まあ、ただね、えー、僕から言えるのは、まあ、こうやって26日から連日にわたって僕の身にこう起こったことは全て現実です。こういうことが起こりました。ということをえ僕は伝えたい。で、まあ、こうやってね、なんかね、まあ、僕自身もまあ話すことが、まあ、いたちごっことかにこうなりがねないから、 まあ今までこうそんなにね、まあ、言及もしたくなかったんだけれども実際、まあ、僕の身にこう起こったことそして動画で伝えたことは全て事実ですでこういうことが実際に起こりました、はい、で、まあ、あとはですね、まあ、実際、まあ、僕がモノモす系 YouTuber として、まあ、今まで56年 YouTube 上で活動してて、まあ、こういうことが起こるのは、まあ、自業自得なんじゃないの、まあ、因果応報なんじゃないのっていう意見もありました それについても思ったんだけど確かにね僕はもののすけ YouTuber としてこれまでいろんな YouTuber をね批判していくことをやりましたもちろんその中にも YouTuber をね褒めるような内容の動画を出したんだけれどもどちらかというと批判する内容の動画は多かったというふうに思いますただですねこれ今回ちょっと僕自身も動こうと思った一番の要因としてあるのが その僕に対する批判とかそういう僕に対するまあそのアンチみたいなのってのはまあ法律の範囲内だったら僕は許されると思うしそうう許されて当然だと思ってるのねただ一方今回その全然関係ない人たちが巻き込まれてます、まあ、例えば警察消防救急 そして、ピザ屋さん2軒、デリバリーヘルス店。でその人たちって、僕の動画に一切関係ない人たちだよね。で、そういう人たちをこう使って、で虚偽通報、なりすまし注文で、迷惑をかけるのはどうなんですかっていうふうに、まあ思うわけよ。これがこう僕にとっては、一番やっぱり許されないことだった。かなって思う。 だからその僕自身も、まあ、今回、その弁護士さんにお願いして、今、ま、動いてもらってる、そして捜査機関の方にお願いして、ね、動いてもらってるのは、一番の要因としては、関係ない人を巻き込んで、人の活動を妨害してるからです。で、その救急とか警察とか消防とかピザ屋さんとかデリバリーヘルス店の人たちも、ぶっちゃけ迷惑してるよね、と。で、そういった力を使って、 やることはどううなのっていう話だからいくらねそのなんか僕のことが憎いとか僕のことがムカついてるとか僕に嫌な思いをされたから不愉快になったからこいつをね、えー、攻撃してやろういやそれはそれでなんか動画とかのさそのコメント欄とか例えば SNS とかでそういうところでとどめておいた方がいいんじゃないのっていうような話ね。ななんんでで関係ない人たちを巻き込んでやるの っていうことを僕はすごく言いたい。だから正直さ日本っていうのはさ憲法で言論の自由っていうのが認められてる国なのよ。だから言論の自由の範囲内だったらいくら人のことを批判したっていいし、人のことを褒めたっていいしで、それこそ世の中で起こったこととかに批判的な意見持ってもいいし、自分の意見を書くことは自由なわけよ。けれどもこうやって実力行使とかをして、 人に迷惑をかけたりとかすることっていうのは、これは許されないことなわけよ。で、そういうところのこう線引きができてないのはおかしいんじゃないのっていうような話だと思う。だから、これにおいては、因果応報とか、自業自得ではなくて、えー、そういうレベルの話じゃないわけよ。だからそこのところは、履き違えないでほしいなって、いうふうに思う。だから僕自身は別に批判に対しては、比較的こう寛容な方だし、 まあ一線さえ越えなければ、別に俺はいいと思うのね。まあ、その線引きっていうのは本当に人それぞれあると思うからまあ、どっからどこまでがセーフでどっからどこまでがアウトだっていう話はまあ、僕自身もこうできないんだけれどもただまあちょっと個人的に思ったのはまあ、これをねなんかその僕に対してザマあとか言ってる人はあまりにも性格が悪すぎませんって僕は感じた。でこういった問題っていうのは本当に一歩間違えたら 本当人がね、えー、それこそ死んだりとか、えー、そういうこともあり得るわけよ。いや、特にね、だってね、こう今コロナ禍じゃないですか、まあ、救急車とか利用したいっていう人ものすごく多いと思うのね。で、僕のところにこう、虚偽通報で救急車を呼んだ人、ね、もしその間に、で、救急車を使いたいけど使えない人がこう出てきたりとかしたらどうするんですかって話じゃん。 で、僕のところにこう虚偽通報がなければ、本当に救急車を必要としてる人のところに、救急車ってな、行くことができるわけ。で、これは僕だけの問題ではなくて、これ他の人の問題にもなってくるわけよ。で、そういったところとか、もうちょっと想像力を持って、で、やってほしいなっていうふうに思います。あとは警察にしても、えー、同様。そして消防にしても、えー、同様。で、ピザ屋さん2件に関して、 で、ピザ屋さんっていうのは、これ民間企業ですよ。で、ピザをね、作るのだって人件費、そして材料費がかかる。そして、えピザをね、配達する人の人件費だってかかる。で、そういうものをえ無駄にしてるんですよ。で、デリバリーヘルスだってそう。それこそ、このコロナ禍において、そういった、その、事業っていうのは、そういったね、お店っていうのは、大変だって、こう聞いてるわけ。 で、こうやってね、えー、そデリバリーヘルス店で働いてる女の子、そしてドライバーの人、そして事務所で働いてる人たちで、そういった人たちにも迷惑がかかってるわけ。で、そういう部分をもうちょっと、えー、考えたら、これは、えー、僕がね、今までね、いろんな人を、えー、その批判してきた、そして動画で、えー、僕の動画をきっかけに不愉快になった人もいたで、そういう次元の話じゃないんだよ。批判をしたいのであれば、 きちんと適切な形で人に批判のメッセージを伝え,たいべきだ伝えるべきだと思うし、こういったやり方をしちゃいけないよって、これはもう本当に小学生とか幼稚園生でも分かるような話だと思う、そういったところをちゃんとね、分かってほしいなと思いました。で、あと、まあ、Twitter とかでね、まあ、批判したりとかしてる人の中には、まあ、僕の動画をね、ちゃんと見てない人もいるんだなって思いました。 で僕自身が受けたこう被害の状況を今回めちゃくちゃ時間かけて動画を編集して YouTube に上げましたなんでそういう風にしたのかっていうとそれは誤解されたくない勘違いされないようにするためですなので消防車のこうサイレンが鳴ってないっていう人はねあのちゃんと消防車のサイレンね音声大きくしたりとかしたらちゃんと聞こえるしで僕もね最大限ね ま、そこの部分聞こえるように、まあ、音量マックスに、えー、これ音量をね、えー、上げて、えー、動画を作りました。で、まあ、救急車のサイレンが、えー、聞こえない、えー、鳴ってない、えー、それに関しては僕はちょっとわからないです。そこはですね、まあ、僕のこう、近くの消防署の、まあ、事情とかもあったのかもしれないし、で、ひょっとしたら、ま、あその、消防とか消防というかね、まあ、救急の人はもうすでにね、まあ、その、 虚偽通報だって、もしかしたら分かってたのかもしれないから、こうサイレン鳴らさずに来たのかもしれない。なんで、まあ僕自身ですね、まあその辺のところは分からないです。ただまあ一つだけ言えることは、今回僕は自演はしてないし、本当にこう僕の身に起こった出来事です。で、まあ今後ね、えー、どうしていくかっていうと、まあもちろんね、まあ弁護士の先生に、まあ、今お願いをしてるので、まあ弁護士の先生と、えー、後日、警察署の方に行って、 で、警察に、え、再度、え、相談をするし、で、なおかつ、え、今までこう、かき集めた証拠資料、そういうものをきちんと警察の方に預けて、で、警察の方に、え、きちんと、え、捜査をしてもらいたいと思ってます。で、まあ、かつですね、なんで今回弁護士の先生を立てて、こう、警察との交渉に臨んでるかっていう大きな要因としては、まあ、もしね、仮にね、僕が警察署に行って被害届を出したとしても、警察がきちんと捜査をしてくれない可能性があるからです。 なんでえ、僕自身本気でこの事件の解決をお願いしたいと思った時きに、まあ、弁護士の先生をお願いしてで、弁護士の先生に同行してもらってで、弁護士の先生込みできちんと警察に交渉することで、警察のほうもその、ねまあ、本気で今回、取り組んでくれるんじゃないかなというふうに考えてます。 ただ、ですね、まあ、そのどっかしら、まあ、警察の方も、まあ、これ動いてるんじゃないかというような情報も、ね、こう小耳にこう挟んでるので、まあ、そこに関してはですね、まあ、詳しくわ、えー、かりませんけれどもきちんと、まあ、弁護士の先生が、まあ、警,察警察の方と警察の方と、えー、の交渉の方をやって、えー、くれてる部分も今現在あるんでなんでまあいい形でね、この件収まればいいなというふうに思ってます。 はい。まあ、そういった形でね、まあ、結果がこう出るのが、それこそまあ、いつになるかわかんないです。一ヶ月後に結果が出るかもしれないし、それともなんか一年ぐらいかかるかもしれない。まあ、わかりませんけれども、まあ、今回、こういった僕のこう身に降りかかった行為に関してはもう絶対許すことができないんで、きちんとした形で、何らかしらの結果を皆さんにご報告できたらいいなと思ってます。ということでね、本当に、大多数の皆さん、僕のね、動画を見て、 僕自身に心配のね、メッセージとか送ってくれて本当にありがとうございました。もうそういったその感謝のね、気持ちをね、今後しっかりとお返し、まあそういったね、感謝の気持ちをちゃんと伝わるような動画をね、これからも投稿し続けたいと思ってますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。あとですね、まあ犯人の方なんですけれども、今後、まあその警察の方にも弁護士を立てて、警察、弁護士、そして連携して動いてもらいます。 なんで、名乗り出るなら本当に今のうちです。なんで、もし自首とかを考えているのであれば品川警察署の方に自首をしてくださいで。なおかつ、僕の方でも連絡をください。もしね、僕の方に連絡をしたいということであれば、僕のツイッターのダイレクトメッセージか、それかまあ僕のメールアドレスの方に送ってくれたら、僕自身がその弁護士の先生にこうつないで,で、あとはですね、弁護士の先生と、 交渉してもららえたらなというふうに思ってますということで、もしね、この動画を見ていいと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。ということで、以上、水にゃんでした。今日はちょっといつもに比べると長い動画でしたけれども、最後までこう動画をね、ご覧いただいてありがとうございました。ということで、以上、水にゃんでした。